F-2F-2A53 から8535号機 F-2 は F-1 の後継として開発された日本航空自衛隊の戦闘機である。1995年に初飛行を行い、2000年から部隊配備を開始した。公式な愛称ではないが、関係者やファンからは平成のレ戦0やバイパーゼロバイパーゼロなどと呼ばれることがある。 三沢基地の誘導路を進む第3飛行隊所属の F-2A 第4.5世代ジェット戦闘機に分類される航空自衛隊の戦闘機である。F-16 を大型化した機体に空対艦ミサイルを最大4発搭載可能で戦闘機としては世界最高レベルの対艦攻撃能力と対空能力を兼備する。 当初は F-1 と同じく支援戦闘機に分類されていたが、後に、溶撃、支援の区分が廃止されたため、F-2 戦闘機と表記される。その性能や用途から、戦闘爆撃機や、マルチロール機に分類される場合もある。ロッキード・マーティン社では、F-2 サポート、ファイターと表記し、マルチロール、シングル、 エンジンファイターエアクラフトと解説している。本機の本開発が始まる。以前の FSX の段階では、国産機開発として計画されていたが、技術的、政治的問題により、アメリカとの共同開発となった。これにより、ロッキード・マーティン社の F-16 多用と、戦闘機をベースとし、三菱重工業を主契約企業、ロッキード・マーティンなどを、 協力企業として開発されることになった。ベースとなった F-16 からの大型化に伴う重量増を軽減するために、本機では炭素生命強化複合材による一体構造の主翼を世界で初めて採用している。また、量産戦闘機として世界初となるアクティブフェーズドアレイレーダーを搭載し、CCV 研究機 t 二 c c v により、 蓄積された国産技術によるデジタル式フライバイワイヤーを飛行制御に用いる。94機調達し、量産機1機あたりの調達価格は約112から119億円と言われている。支援戦闘飛行隊の存在する百里基地の第7航空団や追記基地の第8航空団を主に松島基地の第4航空団など。 教育関係の部隊へも配備され、支援戦闘任務だけでなく、洋撃任務にも従事している。F-2 の開発は、当時の日米貿易摩擦などに橋を発するアメリカ、合衆国との政治的問題が絡み、当初のエンジンの輸入を前提とした国産開発から F-16 戦闘機をベースとした日米共同開発へと推移した。米国は、後部動隊と、 左主翼のみを生産。次期支援戦闘機開発計画1982年7月、国防会議において、昭和56年度中期業務見積もりが了承され、この中に、初めて、次期支援戦闘機24機の整備が盛り込まれた、F。F-1 の後継機が、昭和65年度より必要とされたからである。国産の F-1 支援戦闘機日本における、 支援戦闘機体の誕生は F-104J、DJ の整備により余剰となった F-86F を再編成したことが始まりである。F-86F は供与機180機とライセンス生産機300機の計480機を取得しており、供与機から45機を変換したほど方であって、この問題に対処するために、 支援戦闘機体が生まれたのである。最盛期の1965年には F-86F、F-86D、F-104J、DJ 合わせて19個飛行隊が存在し、このうち F-86F は10個飛行隊を編成していた。支援戦闘機の部隊としての指定は、北部航空方面隊中部航空方面隊 西部航空方面隊に各一体ずつ行われたが、これらの F-86F 飛行隊は支援戦闘飛行隊として再編成されたわけではなく、擁撃戦闘飛行隊に支援戦闘飛行隊としての任務を付与する体裁を取っていた。つまり、あくまで本業は擁撃戦闘であり、支援戦闘機部隊としての指定を受けていても、 対領空侵犯措置任務は継続していっていた。この部隊数が1976年10月に閣議了承された平時における日本の防衛力を定めた防衛計画の対抗において決定された支援戦闘機体3個、所要機数約100機の根拠となった。また、同対抗において洋撃戦闘飛行隊10個、所要機数、 約250機とされているが、オペレーションズリサーチ等の根拠のあるわけでもない、支援戦闘機体数3個を残したままで、揚撃戦闘飛行体数を最盛期の7割にも及ばない10個とする決定は、支援戦闘機部隊への対戦闘機戦闘や、揚撃任務の分担を継続して求める要因となり、F-1 や F-2 の調達に際して、 攻撃機だけでなく、戦闘機としての能力を要求することにも、つながっていった。もともと、F-1 の対応年数は3500時間とされており、1990年に、最初の飛行体が維持できなくなるとされ、56、中行で後継機の FSX の調達が、計画された経緯がある。しかし、それでは、FSX の国産には、時間が足りなかった。 そのため、1984年12月 F-1 の強度再検討より、対応年数が延長可能という報告がなされた。オイルショックの影響などにより、年間飛行時間が当初の見込みより少なかったことも合わせて F-1 の収益期間が当初の予定より伸びて昭和72年度となり、選定から配備まで10年の時間が取れることが見込まれた。 防衛庁は F-1 開発完了直後の1978年から次期国産戦闘機を睨んで運動能力向上機、コンピュータ支援による航空機設計システム、将来化機関製装置、戦闘機等採用コンピュータ、5トン級戦闘機用エンジン等の研究を予算を計上し研究開発を進めていたが F-1 の退役時期寿命見直しにより その開発成果を戦闘機として実現する目処が立った。国産派の受中活動三菱重工業の首脳陣が FSX の研究開発にかける意気込みはただならぬものがあった。これに対してアメリカ側では三菱が航空機産業というニュービジネスへの挑戦を目論んでいるためという見方がもっぱらであったが一方で 戦前戦中に霊式艦上戦闘機や戦艦、武蔵を生み、戦後復興や高度経済成長を牽引してきた三菱は日の丸戦闘機が再び大空を舞うことを夢見ているのではないかという見方もあった。実際は三菱はこの FSX を単なる一つの商品とは考えておらず、三菱重工の社長、会長を歴任した。 飯田洋太郎は FSX に関して防衛産業で日本のお役に立てなければ三菱が存在する意味はない。儲かるからやる、儲からないからやらないではなく、持って生まれた宿命と思っていると述べている。F-1 の対応年数の延長報告がなされた直後の1985年1月に航空爆料庁から技術研究本部長に対して 火器のような運用要求を提示し、国内開発の可否が問い合わされた。1985年9月17日の回答は、エンジンを除いて、国内開発は、可能というものであった。しかし、対艦ミサイル4発搭載、戦闘行動半径450回りの、原容器にない、要求と合わせて、このタイミングでの対応年数のみを理由とした、収益期間延長と、 国内開発可能という回答は、国産戦闘機開発への露骨な誘導と取られ、国会においても追求を受けることとなる。56中業で定められた、1987年までに24機の調達であれば、外国機の導入と、現用機の転用の2択だったものが、その具体的作業が始まる前に10年の余裕が生まれたことから、 国内開発という選択肢が生まれた。1985年10月、具体的選定作業が始まり、その一環として、米国のジェネラルダイナミクス、マクドネルダグラス、A、精読、イノパナビアに質問書が外務省経由で送付された。ジェネラルダイナミクス社の F-16、マクドネルダグラス社の F、A-18C パナビア社のトーネード IDS、また、 この年は、三菱重工業と川崎重工業が、防衛庁技術研究本部に対し、戦闘機開発に関する研究報告を提出している。共に総垂直尾翼、エンジンは、水力8トン級の総発で、対艦ミサイル4発を装備して450回りの戦闘行動半径は、クリアするとされていた。スペックとしては、現在の F。 A-18EF に近いが、三菱庵はカナードを装備し、川崎庵は FA-18 に似たシルエットを持っていた。三菱庵は、航空ジャーナル1985年6月号に、想像図が掲載された。1983年に初飛行した T-2CCV 研究機や、1985年に、初飛行した。 低層にエストール実験機、アスカが国内航空技術の発達をアピールしていたのも、この時期である。防衛庁内の国内開発推進派も、三菱や川崎と同調し、CCV や新コンピューターシステムの開発結果を根拠に、国内開発をすればどれほど素晴らしい戦闘機が配備、できるかを様々なルートから訴えた。 使用策定の混乱国産派の受注活動により国内開発をすればどれほど素晴らしい戦闘機が配備できるかを PR することはできていた一方で運用サイドにおいては素晴らしい戦闘機の定義で混乱が見られた具体的には支援戦闘機に溶撃機としての性能をどの程度要求するのかという事項である日本における支援戦闘機は諸外国で 一般的に言われる攻撃機ではなく、溶撃機としての性能も要求される。空対艦誘導弾4発を装備した状態で、戦闘行動半径450回りを有することは示されていたが、支援戦闘機に溶撃機としての性能をどれほど盛り込むのか、ということを決められないでいた。 支援戦闘機としての低空進行速度の要求が毎年100キロトン単位で変更されていたように使用策定において大きな混乱をもたらしていた。ゆえに各所の案も富士重案のような支援戦闘機としての能力を重視し旋回性能を犠牲にした超音速巡航案から川崎案のような溶撃機として高高度での 旋回性能や低速性能を重視した案まで様々なばらつきを見せていた。つまり運用サイドは支援戦闘機を溶撃機として運用する際の性能をどの程度求めるのかを統一し示すことができなかったのである。この混乱は当初は航空自衛隊の戦力増強を歓迎してエンジンのみの販売を後押しするとしていた米空軍の態度を変えさせ、 のちの日米共同開発の原因となった。結果としては、旧海軍航空隊が、速度性能を重視するのか、旋回性能を重視するのか示せずに霊式、艦上戦闘機の後継機を配備できなかったのと、同様の道をたどり、悲願であった国産の道を立ってしまったのである。また、この使用策定能力の低さは21世紀に、 入った現在に至ってもほとんど改善することができておらず、第4次次期主力戦闘機選定時にも影響を及ぼし、一旦は部内で内定した F-22A を導入できない事態に陥らせた。外国給入の検討翌1986年に外国メーカーに出された質問書への回答が寄せられ始めたが、内容の不備や、 国内企業の示したプランに対し海外企業がペーパープランならば何でも言えるという反論をしたことと10年後に採用する戦闘機を現代のスペックで測るという前提が強い反発を受けたため2月と4月に再質問書を改めて送付した7月には外国メーカーより所要の改造を加えることで要求性能は満たすことができるとの回答を受けた 10月に F-16 及び FA-18 は能力向上型の共同開発の提案を、トーネード IDS は能力向上の提案を受領した。日本側も国産案で国論を統一していたわけではなかった。日本の国産兵器の能力に全幅の信頼を置く人間ばかりではないからである。特に生産数の少ない国産装備品は、 価格面で輸入品に立ち打ちできない。今回の FSX の選定においても外国機導入の検討も当然のことと認識されており国外への調査団が資料の収集を重ねていた。実際 F-1 の開発の際にも防衛庁内部に強力に外国機導入を主張する一派が存在した。大倉省とのパイプを持つ彼らは アメリカの T-38 練習機、F-5 戦闘機の組み合わせこそがコストパフォーマンスに優れ、配備予定期日を守ることができる唯一の方法だと強力に主張していた。確かに当初の予定であれば FX 導入までに超音速高等練習機を国内開発することは不可能であり、導入を決定した F-4EJ が複雑であることから、 これを機種転換に当てるという手法で、運良く戦闘機パイロットの養成スケジュールを消化する。目度が立ったために、TX 国内開発の時間的余裕ができたようなもので、そうでなければ、国内開発は時間切れで断念していた可能性もあった。さらには、予算がつかない限り試作もできず、完成予想図しか出せない、国産案が具体化するには、アメリカが、 エンジンだけの販売認可を出すことが大前提であった。だが、100機程度のそれほど大きくない市場とはいえ、米国は当時の日米貿易摩擦の最中でエンジンの販売だけで納得する航空メーカーもなければ、政府が政治的に対日情報を行う余裕があるはずもなかった。欧州製エンジンの導入についても、欧州機が毎回選定から外れる理由、 すなわち根本的な性能の不足を感受する気が、自衛隊にない以上、今回も当てうまい以上の存在となり得なかった。それらを跳ねのけて、エンジンのみ、の調達を図る、政治力を発揮できなかったことが、国産湾の不幸であった。国際共同開発の模索1986年12月には、国内開発、原油機の転用、外国機の導入の三択のうち、 国内開発を開発と改めアメリカとの共同開発をこれに含めることとなった。年が明けた1987年、栗原友好防衛庁長官は FSX 選定にあたって下記の三原則を示した。注意すべきは第二項目で軍事的な相互運用性を確保できることとの注釈がついていた。1987年4月11日より、 アメリカ国防総省の調査チームが来日、三菱重工業名古屋航空機製作所、三菱電機鎌倉製作所を視察、防衛庁で日本側と意見交換を行った。この時、三菱重工は調査チームを招いて、自らが描いた FSX の説明を行った。国防総省側は、日本政府がどの程度出資を行い、 どのような戦闘機を生み出そうとしているのかを総合的に判断するための派遣であった。一方の三菱は FSX を生み出す力が備わっていることを印象付けるためにこの調査団の査察を受け入れた。この際、三菱側が明かした FSX に盛り込もうと構想していた最先端技術は主に以下の通りである。この中で 特に調査団を驚かせたのは新素材技術である。従来のように鉄板を貼り合わせるのではないため、ボルトや留め具を必要としない。また、理想的な形に成形するのが容易であり、鉄より強く、アルミニウムより軽いことから、機体の大幅な軽量化、航続距離の延長、ミサイル搭載数の増加が望める。また、独自開発した。 フェイズドアレイレーダーの披露も行われた。三菱側の技術者は、同時に、複数の目標を捉えられるその性能から、トンボの目と呼んでいた。査察を終えた調査チームは、技術力そのものよりも、到達目標の高さに注目した。査察チームの一人は、ニューゼロファイターだ。日本は、新たなゼロファイターを作り出そうとしていると、漏らしたという。当時は、 ソシアンテナとして利用されるガリウムヒ素、化合物半導体や同結晶の大半を日本メーカーが供給していた。その後、調査チームは日本は官民一体となって国産 FSX を目指しているが、研究開発コストは莫大なものとなる。また、部分的に優れた技術を有しているが、総じてアメリカの戦闘機が持つ、 技術水準には及ばないとの報告書をまとめた。この報告結果から、高度な技術と開発への熱意は、認めるが高額な航空機開発への見通しが甘く、費用対効果の点で疑問がある。F-16 もしくは F、A-18 の改造開発、それで要求性能を満たせない場合は F-14、もしくは、 F-15 の購入が適当であるとの所感を表明した。この当時の日本の FSX 開発予算の見積もりは1650億円であった。実際には倍額となったが、アメリカは自国の実績から独自に6000億円が必要との見積もりを立てていたため、日本が独自に開発した場合、FSX が予算超過で頓挫することを懸念した。 親日派、新日派であっても、コストパフォーマンスの点から、米国製導入を進めた理由である。6月28日、東京都内のホテルで行われた、栗原友好防衛庁長,長官とキャスパーワインバーガー、国防長官の会談では、日本側より、日米共同開発で新しく FSX を開発したい、アメリカ側より、 米国の戦闘機を日米共同で開発してはどうか、との意見が交わされ、日本単独の開発を示す、国内開発は事実上の終焉を迎えた。これは、日本の FSX 開発の容認であると同時に、アメリカ製戦闘機の輸入、または、ライセンス生産要求の終焉でもあった。日米共同開発の決定7月に、欧州のトーネード IDS が、 候補から外され F-15、F-16、F、A-18 を改造母体として日米共同で開発することが提案された。9月に提出された防衛庁の委託を受けた航空機、エンジン、電子機器の5社からなる民間企業合同研究会の共同開発の可能性についての調査報告は以下のようなものであった。 新たに先行対象となった F-15 順位としては F-16F-15F-A-18 であったと言われる。経費が高いとされた F-A-18 であるが、マクドネル・ダグラスが日本側提案を受け入れ大きな改造範囲を認めたことから民間企業合同研究会はこれを高く評価しており、一方 F-16 は ジェネラルダイナミクスが当初提案した、総発改造案も引っ込めた上で、航空自衛隊の総発の要求には、事故率の実績を上げて反発していた。日本側は GD に対し非公式に、F、F-16 が F-15 とともに候補に、残っていること、改造範囲の要求を認めるなら単発機であっても、採用し得ることを伝え、これに対し機種再設計。 複合材料の使用、アビオニクスの日本製機器の搭載を認める回答があった。10月2日、ワシントン DC で開かれた、栗原防衛庁長,長官とワインバーガー国防長官の会談では、改造墓器は F-15、15または F-16、いずれのメーカーを採用するか、早急に決定する。そのために、メーカーと国防省担当者を派遣することが合意された。 10月12日、13日は国防省と GD 担当者が10月14日、15日には MD 担当者が航空自衛隊と話し合いを持った。17日にも話し合いは継続したが防衛庁としてはこの時点で採用メーカーは確定していたと言われ21日に方針を決定した。10月23日首相官邸小食堂では 次期支援戦闘機に関する措置を議題にした安全保障会議が開かれた。この席上で西広防衛局長は検討の経緯について説明した後、支援戦闘機 F-1 の後継機 FSX に関する措置については、日米の優れた技術を結集し、F-16 を改造開発したいと結んだ。出席した閣僚からの質問もほとんどないまま、 中曽根康弘総理大臣の、どうも、ご苦労さんでしたという言葉でこの決定は承認された。中曽根内閣は、翌月に退陣して、竹下登が、総理大臣となり、計画を引き継いだ。翌1988年4月1日、航空爆料幹部技術部は、次期支援戦闘機室を設置した。6月2日には、 河原緑防衛長官とフランク・カールッチ国防長官との会談で次のような日米共同開発の基本条件が合意された。11月29日、主契約者を三菱重工業、協力会社を川崎重工業、富士重工業、ジェネラルダイナミクス、日米のワークシェアリングは日本6、アメリカ4の日本優位とした。 日本国防衛庁と合衆国国防省との間の FSX ウェポンシステムの開発における協力に関する了解事項覚えが締結された。なお、ゼネラルダイナミクスは1992年12月に航空機部門をロッキードへ売却したため、同時に協力会社も引き継がれた。さらに、 ロッキードは1995年3月にマーティン・マリエッタと合併してロッキード・マーティンとなり協力会社が引き継がれた。FSX 当時の世界情勢日本が FSX の計画を進めている中、日本唯一の軍事同盟国であるアメリカ合衆国はロナルド・レーガン大統領のもとソビエト連邦との対決姿勢を打ち出しており、1981年の 600隻艦隊構想、1983年の戦略防衛構想などで軍拡競争を挑んだ。また、欧州においても戦術核を使用した核戦争は起こりうると発言し、NATO 諸国は改めて自分たちが冷戦の正面にいることを認識した。一方、アメリカは日本の置かれた環境や防衛努力が軽いとも感じており、アメリカのみならず、 西欧諸国からも西側の一員としての防衛努力への要求が高まった。1983年の中曽根康弘首相の不沈空母発言や1985年の防衛費1%枠突破はそれに対する回答でもあったが他の西側諸国と比較して少なすぎるとの批判は常につきまとっていた。経済面では日米貿易摩擦で対立し、 1985年に対日制裁法案が可決されるほど険悪な日米関係であったが日米同盟の軍事面においては共和党が政権を担当していることもあり比較的良好であった。1986年4月に来日したワインバーガー国防長官は FSX 選定は日本が決定すべきことと発言をしていた。 日本の FSX の対艦ミサイル4発搭載という運用要求はソビエトの対日侵攻を想定した航空自衛隊のオペレーションリサーチの結果弾き出された数字でありアメリカは F-15 のペーパープラン以外に対艦ミサイル4発を搭載する戦闘機など考えたことはなかった仮に FSX に対艦ミサイルの4発搭載ができない場合 支援戦闘機体の定数増加や新編、配備基地そのものの新設など自衛隊の組織自体をいじる必要があり、さすがにアメリカも FSX の運用要求を撤回させて、米国製戦闘機の輸入や改造なしのライセンス生産を公式の要求とすることはできなかった。しかし、1989年に、 ブッシュ大統領に政権が交代すると、ロンヤス関係がベースにあった当時とは、打って変わって、凄まじい対日圧力が展開されることになる。米議会による外圧日本の防衛庁が輸入推進派と国産推進派に割れていたように、アメリカもまた一枚岩ではなかった。日本の防衛庁とアメリカ国防総省、国務省の信頼の厚さは、 当時のアーミテージ国防次官補の我々ペンタゴンは日本との相互信頼に基づいて戦後の防衛協力体制を築いてきた。だから防衛庁との間には100%の信頼関係があるという発言からもわかる通り非常に熱いものであった。一方でアメリカ商務省と日本の通商産業省外務省は敵対関係にあった。 商務省の相手する日本の初期官は、スーパー301条発動を避けようと、ありと、あらゆる方法で抵抗するタフネゴシエーターであり、アメリカは何度も苦渋を舐めさせられていた。商務省は1988年9月に、国防総省が外国と、軍事機器の共同生産の契約を行う際には、商務省が、情報提供を受け、 韓国を出し、国防総省はそれらを考慮するという権限を与えられていたが、商務省は日本の FSX に関して情報提供を受けてはいなかった。貿易赤字という経済問題と安全保障を切り離して考える国防省、国務省の考え方は、商務省、通商代表部からすれば、アマチュアでしかなく500億ドルを超える貿易赤字を被せる日本が、 戦闘機の完成品の輸入を行わずに技術移転を受けるというのは彼らの思考のら違いでしかなかった。ここに至って全政権が承認した国家間の安全保障に関わる国際共同計画を経済問題を盾に商務省が潰しにかかるという前代未聞の事態が発生することになる。1989年2月2日に竹下登総理大臣は 1>, 1月に新政権として発足したブッシュ大統領からワシントン DC に招かれており、日米安保の重要性とともに、米国の FSX 計画への協力が高らかに歌い上げられるはずであった。ところが、それは当日の朝に有力上院議員12名の連名でホワイトハウスに届けられた FSX 計画に反対する所管のために中止された。 2月14日には超党派の24議員が政府が F-16 の対日技術供与の承認を求めた場合、不承認の決議案を出して対抗するという内容の書簡を大統領に送った。ブッシュ大統領は3月10日を回答期限として政府部内に再検討会議を設け、3月20日にようやく共同開発の前進を決定する。ただし、 以下のような不帯事項が付けられていた。F-16 のソースコードの供与を制約する生産段階での米国の仕事分担率は最大限に確保を目指す日本からの技術を必ず提供するとの保証を設ける3月20日より日米間で日米合意内容の明確化と呼ばれる作業が開始された。アメリカの強硬な態度に日本側からは とても見直し、再検討という言葉が使えない状況での選択であった。4月28日にブッシュ大統領の特別声明が出されたが、その内容は一方的にアメリカ側が有利なものとなっている。具体的に示すと、最後まで問題を引きずった生産段階でのアメリカ側ワークシェアが、総生産額の約40%と明記されたほか 技術移転の面においても日本側はアメリカ側が入手することを希望するすべての技術をすでに合意された手続きに従ってアメリカ側に移転するとなっていた。これに対して自民党内部から不平等条約との声が上がった。そもそも開発能力が対等でない以上不平等になることはやむを得ないという見方もあるが日本が独自に気づいてきた。 特殊技術を無条件に提供し、米国が F-16 の革新をブラックボックス化することを許される取り決めは、特に共同開発でも日本の主体性を確立することを望んでいた国産推進派にとって敗北感を味わうものであり、FSX に関する不満が至るところで紛失した。日米マスコミもジャパンバッシング関連の話題として、 大々的に報道した。F-16 の F110 エンジン一方、実務者レベルにおいては未だに FSX 潰しへの必死の抵抗が続いていた。ブッシュ大統領の特別声明に対し、反 FSX 陣営は、エンジン技術の対日供与を差し止める条件を、付帯した修正案を上院に提出し、5月16日これを可決させた。 共同開発そのものは上院、下院双方で否決されない限り自然承認の見込みであったため、日本の FSX の使命を制するエンジン技術の供与は革新的な問題となった。ブッシュ大統領による初めての拒否権は、この対日エンジン技術供与反対に対して発動されたが、この拒否権は修正決議案に2に3以上の賛成があれば覆えるとなっていた。 6月1日に共同開発計画は自然承認され、ブッシュ政権は F-16 対日技術供与許可証を発行した。エンジン技術供与を認めないという条件付き共同開発に対する上院での評決は9月13日に行われ、66対34という一票差で、秘訣、対日エンジン技術供与が決定された。エンジンは、 石川島張間重工業によって、ライセンス生産されることとなった。試作、A 型の試作1号機である、XF-2A 技術研究本部による試験終了後は、開板により63から8501となっている FSX は、日米合意によって、1990年3月30日に、支援戦闘機設計チーム、フセットが、 三菱重工大江工場に設置され、開発が開始された。F-1 は延命されているとはいえ、1997年にも減数する見込みであり、実用試験などを考慮すると、時間的な余裕は全くなかった。機体外観づくりと設計が行われ、飛行性能工場や体艦ミサイル運用のために、垂直尾翼以外は全て三菱によって再設計された。 その必要なまでの徹底ぶりは、国産という意地の現れでもあり、エアインテークの形状まで設計し直すことに対し、ゼネラルダイナミックスの F-16 設計チームが腹を立てたという俗説があるが、エアインテークの変更は、国産レーダー搭載によって大型化した機種レドームのために改め設計せざるを得なくなったことが理由であり、ロッキードは超音速衝撃波の制御、 日本でできるのか不安なのでやらない方がいいのではないか、と指摘しただけである。これに関しては、日本側から改め設計した図面を送り、ロッキードでも検証するという作業が行われて、設計の正しさが確認されている。1992年に実物大模型が作成、公表された。1994年2月に細部設計が終了。続いて、 試作機4機の製作に入り、1995年1月に試作1号機をロールアウト。同年10月7日に試作1号機の初飛行に成功、XF-2 と名付けられた。続いて、短座2号機と訓練用の複座1.2号機が進むぞら、1996年1月9日には、短座型が F-2A、複座型が F-2B の名称となることが決定し、3月に防衛庁へ納入されて、技術研究本部による試験に強制られた。7月には、日米両政府間で、日本国防衛庁と合衆国国防省との間の支援戦闘機システムの生産に関する了解事項覚書を締結。F-2 の量産が、日米両政府間で承認され、航空自衛隊は、 平成8年度から調達を開始した。この覚書により、開発分担比率である機体の40%を、米国内で生産するため、ロッキード・マーティンに生産ラインが開かれ、生産された部品は日本に輸出されて、三菱で組み立てられた。開発には、アメリカ空軍からも、テストパイロットが派遣され、その中には後に、宇宙飛行士となるマイケル・フィンクがいた。 初期不良と配備遅延施策、試験飛行の段階において、日本が得意とする炭素系複合素材で製作した主翼構造部位に、顕微鏡レベルの微小な、ひびが見つかる、主翼の一部強度不足が見られる、特定の非対称運動を行った場合に、垂直尾翼に予測値を超える荷重がかかる。 装備品の特定の組み合わせによるフラッターの可能性、増装装備時の増装を取り付け部分にかかる荷重などの諸問題があったため、その原因究明と回収作業により遅れが発生した。先の比米交渉の影響もあり、XF-2 の今後に対し会議的な報道がなされたこともあった。ただし、飛行試験時において、このような不具合が見つかることは、 多くの国の機体開発において、決して珍しくなく、例えば翼の、ひびは、アメリカの F、A、A-18E、F 開発時にも見られた。部隊配備後のレーダーの不具合については、レーダーそのものではなく機体のマッチング、偽装に問題があったと言われている。レーダー自体に問題があれば、C、C-1FTB で試験しているうちに、判明するが、 マッチングは実機を使わないと判明せず、開発経験の問題であり、初期不良の範疇であると考えられる。レーダーの不具合については、アラート任務付与を延期する、要航空総体が、意見具心したと報道された。これらの不具合に対しては、その後対策が施され、2004年2月に、戦闘能力点検に合格した。アラート任務は、 同年3月19日から第3飛行隊、2007年3月から第6飛行隊に付与された。F-2 の量産初号機は2000年9月25日に航空自衛隊に納入された。56中業への記載から19年、当初の配備予定から13年遅れ、F-16 改造開発決定以降の配備予定からは3年遅れであった。 開発の遅れや米国企業の分担製造、物価上昇などもあり、開発費は3270億円となり、米国による当初見積もりの6000億円には遠く及ばなかったが、日本側予測の1650億円を大きく超過した。これは当初技術援助を受けて日本企業が試作機の設計、製作を行う前提だったが、実際には、 米国企業の分担製造や飛行制御コンピューターのソースコードの国内開発が加わったこと不具合発生による試験遅延などが影響している。F-2 の配備の遅れにより3個支援飛行体体制が維持できなくなることが早期に予想されたため老朽化が進む旧式の F-4EJ 海を支援戦闘機に転用その分の F-15 追加調達する処置が取られた。初飛行から最初の10年間で1機も失われず、単発エンジンながら信頼性の高い機体ではある。なお、主力戦闘機 F-15J は最初の10年で5機を事故で失っている。当初は141機の調達が計画されていた。しかし、緊縮財政の折、1995年12月14日の 安全保障会議決定と同月15日の閣議了解によりブルーインパルス配備分11機が時期尚早として削減され130機となった。さらに2002年8月の調達数削減の決定を受けて飛行共同体配備分の8機と在場減毛予備分の一部の24機の計32機が削減され98機となった。飛行共同体は今後も 使用可能な F-15DJ を使用し続け、在場原毛予備を15機に圧縮する手法で調達数を削減している。従来の F-4、F-1 などは、機体定数の約30%を在場原毛予備機として調達していたことから、飛行体への配備定数81機に対して約19%となる在場原毛予備15機は、 かなり少なめである。グアムのアンダーセン空軍基地から訓練のために離陸する第3航空団第3飛行隊所属の F-2A コープノースグアム2009における変態飛行訓練のためアンダーセン空軍基地に集結した F-2A 防衛予算の削減を受けて2004年12月10日に議決された平成17年度以降に関わる防衛計画の 対抗によって、戦闘機、戦車、護衛艦を大幅に削減する方針を打ち出した。この定数削減によって、溶撃、支援の日本立てであった、戦闘機飛行隊区分を、将来的に、マルチロール化する必要が生じた。この防衛対抗の発表により、旧防衛対抗に、基づいた、中期防衛力整備計画は1年繰り上げて、終了となり、 新防衛大綱に基づいた中期防衛力整備計画が策定された。この新中規模の中で F-2 の調達中止と中止に至る理由 F-4 の後継戦闘機の調達が発表された。F-2 の調達中止の理由は以下の通りである。F-2 は開発の遅れなどで1機あたりの価格が当初予定していた約80億円から 110億円以上に増加した。F-15 が近代化改修で、性能向上を図っているのに対し、F-2 は、機体が小さい F-16 に、大きな改造を施したゆえに、性能向上の余地が少ない。F-2 は、ミサイルなどの装備数にも限界がある。この時点で計76機が、予算計上されていたため、 22機を足した合計98機で配備を打ち切るとされた。その後は2005年度予算で5機、2006年度予算で5機が調達された。当初は2008年度までの整備予定であったが5機ずつ2年に分けるよりも136億円の節約になるとして2007年度予算では10機の2か年分一括取得を目指したものの8機分しか認められず。 2006年12月20日に開かれた安全保障会議の場で総取得数を98期から94期に削減することが了承された。削減分については財場原語予備機としており、総作戦域数は当初計画から変更されていない。2007年度発注分は2011年度に納入完了を予定しており、2011年9月27日に 最終号機の納入が行われた。岐阜基地所属の試作機4機を含め F-2 の総生産数は98機となった。2010年7月、防衛省が20機程度の追加調達を検討しているという報道があった。これは、次期主力戦闘機の選定が遅れていることにより、戦闘機の生産に空白が生まれ生産ラインや、 技術者が維持できなくなることが懸念されていることと中国などの軍備増強によって第四世代戦闘機の保有数で列位にある状況に対応する必要に迫られていることが背景にあると報道された。しかし2010年12月に改定された中期防衛力整備計画において期間中に新戦闘機を12機調達することが発表され 2011年度予算でも F-2 の追加調達予算は計上されなかった。F-2A100 力地下の航空機と変態を組む F-2。戦闘が B-52、に続く手前の2機が F-16、奥の2機が F-2、最後尾の2機が EA-6 となる。F-2 が最初に配備されたのは、 三沢基地の第3飛行隊である。2000年10月2日に臨時 F-2 飛行隊が発足し、F-2 の受領と訓練を開始、2001年2月27日に F-1 から F-2 への更新を完了した。ついで、松島基地の第21飛行隊の T-2 を更新するため、2002年4月1日に、 臨時教育 F-2 飛行隊が発足した。2004年3月29日に F-2B の配備が完了し、臨時教育 F-2 飛行隊は第21飛行隊に改編された。追記基地の第6飛行隊の F-1 を更新するため、2004年8月3日に第6飛行隊 F-2 飛行班が設置され、 2006年3月9日に F-2 への更新を完了。これに伴い F-1 は全機退役した。三沢基地の第8飛行隊は2007年度に F-2 準備班が設置されて、隊員の教育、訓練を開始。2008年4月1日に F-2 飛行班が設置され。 2009年3月26日に F-1 の代替として配備されていた F-4EJ 会からの更新を完了した。F-2 の調達は2007年度に終了し、2011年9月27日に最終号機が納入された。2020年3月31日時点の保有数は試作機を含めて91機。試作機の4機は 岐阜基地の飛行開発実験団に配備されている。2016年8月現在 F-2A、B は以下の4個飛行隊飛行開発実験団第1十化学校において運用されている。2016年7月29日に第8飛行隊が三沢基地から追記基地に移駐し第3航空団から第8航空団に編入されている。 2019年3月 F-4EJ 会から F-35 へ機種更新するため三沢基地へ移駐した第302飛行隊と入れ替わる形で2020年3月26日に第3飛行隊が百里基地へ移駐し第3航空団から第7航空団に編入されている2007年10月31日 F-2B が 名古屋飛行場に隣接する三菱重工業の名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場における機体定期整備の最終チェックである社内飛行試験を行うため離陸しようとしたところ不要直後に意図した以上の急激な機種上げ動作が発生しパイロットがそれを抑えようと 機種下げ操作をしたところ今度は意図した以上の急激な機種下げ動作が発生したことにより急降下、機種部分により滑走路に激突、機体を破損させながら滑走路を左方向に逸脱、停止、炎上した。三菱重工社員のテストパイロット2名は脱出したが重傷を負った。この事故の発生を受け、空自では 同日より11月16日まで F- に前期の飛行が中止された。事故の原因は、機体の縦方向の動きを感知するピッチレートジャイロと横回転の動きを検知するロールレートジャイロの配線を相互にご接続してしまっていたことであった。これにより、機体を制御するコンピューターに縦方向の動きと横回転の動きが誤って伝達され、 パイロットの意図しない動作を機体に発生させてしまったことにより墜落に至ったものである。2008年1月21日航空自衛隊三沢基地所属の F-2A が青森県三沢市沖で訓練中に操縦艦が基部から折れた。パイロットは折れた操縦艦を差し込んで操縦し無事に帰還した。中期中に津波の被害にあった。 F-2B 群を眺めるアメリカ空軍、ラモンモーテン船空軍兵長2011年3月11日、松島基地の第21飛行隊所属で、操縦士訓練に使用されていた18機の F-2B が、東北地方太平洋沖地震によって発生した、津波により水没した。これにより、当時93機保有していた F-2 量産機の20%、 高等練習機を兼ねる複座型の F-2B に、限れば59%を一度に損失し、残存機数が75機と当初の調達予定数であった141機の半数程度にまで落ち込むとみられたが、防衛省は2011年第1次補正予算案に、分解検査費150億を要求し、水没した18機の修理を決定、4月17日より、 修復作業に入った。また、対21飛行隊は、同年4月に、三沢基地に移動となり、同基地に配置されている機体で操縦士訓練を再開している。当初の検査では、修復可能な機体は6機程度であり、1機あたり50億円マイナス60億円の費用が必要とされた。被災時点で F、F マイナス2は、すでに生産ラインを閉じ始めており、 また折からの不況と緊縮財政による予算不足でラインの再開も難しいため喪失した機体の追加調達は不可能に近かった。特に複座型を一挙に多数喪失したことによって不足する訓練機の数は教育プログラムの変更等で補うこととした。修理費は一機あたり約百三十億円になり被害がひどく修理は困難と判断された十二機は 部品取りの後、処分する方針とされていた。2013年1月22日、蒸気の6機に加えて7機を修理する計画がある、ことが、防衛大臣、小野寺いつのりより発表された。合わせて18機中13機までの修復が実現、完了すれば、F-2 量産機の保有機数は88機となり、被災前の95%まで回復することになる。 2015年2月16日、修復された機体の初号機が名古屋飛行場で初飛行に成功。4月21日に愛知県豊山町の三菱重工業小牧南工場で修復第1号機の納入式が行われた。部品を再利用するなど1機あたりの修復費用は73億円で、2017年度までに13機の修復を終える予定であった。 ロッキード・マーティンも修復に協力。2016年3月20日、修理を完了させた6機を含んだ、計10機の F-2 で、第21飛行隊が、三沢基地から松島基地に帰還した。2018年2月28日、修復最終号機が松島基地に到着。修復作業を行った全13機の納入が完了した。 2019年2月20日航空自衛隊第8航空団第6飛行隊の F-2B 戦闘機1機が訓練で山口県沖の日本海を飛行中にレーダーから機影が消えて連絡が取れなくなった機体は福岡県にある追記基地の所属で後に墜落したことが判明し乗っていた隊員二人は現場付近で救助された原因は全席操縦者が 飛行所限、飛行姿勢を適切に把握せずに操縦をし、適切な手順が実施できなかったため、異常姿勢及びその後の操縦不能状態に陥ってしまった。また、後席操縦者が操縦を交代し、回復操作を試みたものの、背面状態で体が浮き、マニュアルモードにするスイッチに手が届かず、また、前席操縦者に誤ったスイッチ操作の指示をしてしまい、 正しい回復手段を取れず、操縦不能状態が継続した。エンブラエルアージ170が着陸許可を受け、最終侵入中の滑走路 12F-2 が完成許可を得ないまま侵入した。JA-216J はまた行を指示され、F-2 は完成指示により滑走路を離脱した。 F-16 と F-2 当初支援戦闘機として開発された本機は全人機 F-1 と同様に対地、対艦攻撃能力を重視した機体である。単座の F-2A と複座の F-2B が存在し、F-2A は F-16C ブロック40、42、F-2B は F-16D ブロック40、42をそれぞれ ベースとしている。F-2B は、機種転換及び高等操縦訓練に用いる機体で、鉱石スペースを確保するために搭載電子機器や燃料容量が減らされている以外は、F、F-2A と同様である。機体形状は、ベースとなった F-16 とほぼ同じではあるが、航空自衛隊の要求を満たすための改造や、再設計箇所が至るところに見られることから、 パッと見た、形状以外、すべてが違うなどとも言われることがある。事実、F-16 から、図面の95%以上が変更されている。実証済みの F-16 の基本設計をもとに、して、独自技術や、独自のサブシステムを採用することができた。F-1 は、機体形状から、高速時の旋回に難があるなど、容撃任務には不利とされていた。 F-2 ではこれらの反省を踏まえ制空、戦闘機としての能力も考慮された。結果、第5世代 Z 戦闘機である F-22 を除く、次期主力戦闘機候補機を含めた全ての戦闘機に、ュ検ル能力を持つと言われる。また、長射程の99式空対空誘導弾の、搭載回収が進められており、それに伴いレーダーの探知距離も、向上。 一説では FX 候補機の FA-18EF 以上になるとされている。F-2 の生産は三菱重工業のほか、ロッキードマーティン、川崎重工業、富士重工業、IHI 等の各企業が分担して機体の各ブロックや部品を生産し、それを三菱重工小牧工場にて組み立てるという形で行う。 日米共同開発のため、米国分開発経費として1機あたり47億円が支払われているとも言われる。F-2 と F-16 ブロック40の違いベース機の F-16C、D ブロック40から胴体を0.5メートルほど延長し、さらには主力面積を25%大きく拡張しており、重量増加による 翼面荷重の増加を抑えて、旋回などの運動性の向上を図っている。同時に、主翼の操縦翼面や水平尾翼、ストレーキも面積を拡大している。細かな回収としては、本格的なステルス機の必死型翼ほどではないが、わずかに主翼や水平尾翼の後円に前進角が付けられている。全体構成は f 十六と似ているが、大型化して、 下部を膨らませたレドーム、レドームの回収に合わせて、形状を変更した、エアインテーク、抵抗度飛行時のバードストライク対応等のために、フレームを2本に増やし3分割化した、風防を、面積を拡大し、テーパー翼とした、主翼、着陸滑走距離短縮及び凍結滑走路での運用を考慮した、ドラッグシュート収容のために延長した、 垂直尾翼付け根のフェアリング等、多くの相違点を見て取ることができる。風防は2分割タイプの F-16 とは異なり、低空飛行時のバードストライク対策として強化された3分割タイプが採用されている。複座の F-2B には、前後積用が一体となったキャノピーが採用された。その他、ステルス性向上を狙った、電波吸収剤の導入。 機内燃料容量の増大を受けている。大型化による重量増加を最小限に止めるため、翼を炭素専務強化複合材による一体構造とする等の措置により、機体規模拡大に伴う重量増は抑えられている。F-16C と比較すると、空気重量で 900kg 程度、最大離陸重量では 378kg となっているが、それでも、 総発の F、A-18 の C、D 型の空気重量に迫るものとなっている。エンジンは F GE、F110GE-129 と F100PW-229 を RFP 方式で比較し、信頼性などの実績から F110GE-129 ターボファンエンジンを選定。IHI でライセンス生産して搭載している。 F-16 では、エプの燃料に70%のヒドラジン水溶液を使用しているため、取り扱いに最新の注意が必要だったが、F-2 では、ジェット燃料を使うものが採用され、対応機材が不要となり、整備員の負担軽減につながっている。アビオニクスも F-16 以降に登場した、新技術を用いて回収がされており、最も特徴的なのは、 レーダーとして、三菱電機が開発した J ・エペジ -1 アエサレーダーを搭載した点である。ア s サレーダーの装備は、量産機では F-2 が世界初となる。なお、このレーダーの搭載に合わせレドームが大型化され、エアインテークにも手が加えられている。飛行制御には F-16 同様フライバイ、ワイヤーを用いるが、 飛行制御コンピューターのソースコードをアメリカ側が日本側に提供しなかったため日本で独自のものを開発、使用している。なお、FSX 計画には運動性能力、向上技術も盛り込まれており、そのため開発当初は胴体仮面にカナード翼を搭載する予定であり、カナード翼による軌道データを収集するために t-2CCV 研究機が作られた。しかし、カナード翼装備による重量、空気抵抗の増加や整備性の低下といったデメリットを考慮した結果、カナード翼の装備は見送られた。なお、CCV 機能については、飛行制御コンピューターのプログラムを工夫することで、カナード翼装備時と同等の軌道が行えるようにした。また、 飛行制御系統は F-16 の余恵系とは異なり、自己診断機能を採用し、F-22 と同様の三重系の多重システム管理で構築している。単発エンジンということで安全対策には F-2 独自の配慮がされており、設定したコードに突入しそうになると、警報音を発し、スイッチを押すと機体を自動で水平に回復させる。 姿勢回復モード等が組み込まれている。F-1 では自己防御用の電子機器を搭載しておらず無防備な状態で任務についていたが F-2 では国産技術も取り入れた統合電子戦システムも装備している。これはレーダー警戒装置等による脅威識別警戒機能と ECM、チャフ、フレア等の脅威対抗機能を統合制御することで 効率的な電子線を行えるもので、操縦士の負担軽減にもつながっている。F-2B では、鉱石配置の関係でこのシステムが簡略化されているため、F-2A とは、機械 ECM アンテナ等の配置に違いが見られる。コクピットは表示装置が改良されており、液晶ディスプレイを用いた多機能表示装置が3機配置されている。また、 操縦には現代戦闘機の主流である方たす概念の導入によるサイドスティック式操縦管を採用しており操縦管とスロットルレバーから手を離さずに各種操作が可能になったしかし F-16 同様数ミリメートルだけ動くタイプが採用されたことに加え複雑なスイッチ類の操作パターンを習得する必要があるなど従来型の操縦管を持つ機体から 機種転換を行う場合、操縦艦の扱いに慣れが必要だという。射出座席は A セズ2で高度0から15,240メートル、速度0から600ノットイーズの範囲で脱出可能。キャノピー陶器が通常だが、もしキャノピーが吹き飛ばない場合でもスルーキャノピー方式で破って脱出できる。また、動爆戦の TLX 化が行われている。副座型では、 全席が脱出操作を行っても後席が先に出されるシークエンス機構を備え後席が0.3から0.4秒先に出されるようになっている F-2 の計器キ板とヘッドアップディスプレイ F-2 の計器、フライトコントロールパネルとマルチファンクションディスプレイセット F-2 の操縦艦多種のスイッチ類が取り付けられている航空自衛隊では支援戦闘機として 対艦攻撃任務を念頭に置き、空対艦ミサイルを最大4機搭載という要求を行ったため、単発戦闘機としてはかなりの搭載量を有する。搭載ステーションとして翼端に、各1箇所、翼下に最大8箇所、胴体仮面に1箇所の11箇所のハードポイントを設定している。並走のサイズや重量の影響で実際に、 同時使用可能なよくかハードポイント数は片側3から4箇所までだが空自の要望である空体艦がミサイル4機はクリアしているまた誘導爆弾やミサイルによりよくかハードポイントが埋まった状態でも増装と自衛用の空体空ミサイルを搭載できるため護衛の随伴を必要とせず柔軟な運用が可能となった支援戦闘機として設計されているが 機動性が良好で、固定武装として F-15J と同じく JM61A120mm バルカニを1問搭載しているため、格闘戦も可能である。後にフリアポッドや小準ポッドなどにも対応した。運用形態優れた搭載量と機動性により、マルチロール機として多彩な任務に対応可能となった。 93式空対艦誘導弾の試験弾マーク82の試験弾 j デムの試験弾、飛行開発実験弾の XF- 2 A 白字ベースの塗装を施しているレドームは黒だが、量産機と同じダークガルグレーのものを装備する場合も、ある、第3飛行隊解体50周年塗装機塗装は、量産機では、養生明細が施されている。 これは、同じ航空自衛隊の F-15J、DJ や米空軍の F-16 で、採用されている灰色の濃淡を参考とし、機体上面と側面には、青の濃淡の迷彩を施し、機体下面には、空と混じり合う明るい青一色という配色を施す、迷彩パターンである。ロシアなどの洋上迷彩は、地上では、大変目立つ色合いであることもあるが、 日本で採用されているものの場合、警告など濃い緑色の土地にも効果があると思われる。洋上や空中では大変識別しにくいため、支援戦闘機の主任務である、対艦攻撃の際には、かなりの効果を上げると考えられている。日本以外の国では必要性が薄いことから非常に、珍しい塗装でもある。量産機に対して、試作型4機には、 それぞれ一気ずつ異なるカラーリングの塗装が施されている。XF-2 の1号機が白地をベースに赤、2号機が白地をベースに青と、大々、3号機は色は白地をベースに赤と青だが、スピン試験容器であるために、機体の上下左右でそれぞれ異なる配色とされ、4号機は上面が青、下面が白となっており、 いずれの機体も量産機に対して明るく鋭敏な印象を与えるカラーリングとなっている。航空自衛隊においては1970年代以降航空機に正式な相性をつける習慣を持っておらず F-2 は単に F2 や F2 と呼ばれる。しかし非公式にバイパー0と呼ばれることがある。バイパーは F-2 のベースとなった F-16 の非公式の愛称で、ゼロは量産機が納入された2000年から取ったゼロの名称を使用していると、最も有名な日本製戦闘機である冷戦のゼロとをかけたものだと言われている。ここから航空雑誌等では F-2 を指して平成の冷戦といった呼び方もされることがある。 防衛省や三菱重工業等が非公式に F-2C、D、E、F の型番を用いることがあるが、これらの型番は F-2 の能力向上計画、研究にあたり便宜的に用いられるものでしかなく、正式な型番ではない外装型赤外線前方、監視装置 J、奥 -2 部分 -31J で無蒸気の、 回収47機と製造時から JDEM 機能が付加、されている C-9 ロット以降の23機を合わせると JDEM 搭載可能機は合計70機となる。アン、奥 -33 スナイパー先進標準ポッドオム -499 式空対空誘導弾 F-2 に搭載されたオム -504 式空、対空誘導弾と、 オムマイナス390引く対空誘導弾当初、F マイナス2にはいくつかの改良、発展型の計画があり、その中の一つに、溶撃型の開発計画が存在し、F マイナス4の後継として最有力とされていた。しかし、中期防衛整備計画で調達が打ち切られたため、実現することはなかった。F マイナス4の後継は F マイナス 35A が、選定された。 F-2 の開発に協力したアメリカのロッキード・マーティン社は2004年に横浜市で開催された国際航空宇宙展ジャパンエアロスペース2004にて F-2B をベースとした能力向上プランを提示したロッキード・マーティン社はこの機体を F-2 スーパーカイと称していたプランとしては以下のものが提示された 今のところ防衛省がこのプランを採用する予定はなく、また、ロッキード・マーティン社も続報は発表していない。ただし、上記のプランのうちいくつかは前述の能力、工場回収により能力を獲得しており、例えば AIM-120、AIM-9X は国産の OM-4OM-5 の運用能力を 付加することで大体、誘導爆弾についても j e m の運用能力が付加、されている。2030年代に退役が始まる F-2 の後継機として、将来戦闘機計画が進められている。2018年12月18日に30対抗と31中規模が策定され、中規模に、将来戦闘機について、戦闘機の退役時期までに、 将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得する。そのために必要な研究を推進するとともに国際協力を視野に我が国主導の開発に早期に着手する。と明記され国際協力の可能性も含めた日本主導の後継機の開発が決定した。2019年3月3日の日本経済新聞によると 2020年夏までに後継機の要求性能や協力国を決定し、2021年度に開発着手し、2030年度頃に初飛行、2035年度末の部隊配備を目指すとされている。令和2年度防衛予算で初めて開発予算が計上される見込みであることから、2019年12月に公表された。 我が国の防衛と予算令は2年度予算の概要からは次期戦闘機の名で呼称されている。出典、青木2011世界の名機シリーズ F- に、初言性のオブソーその他、外部リンクも参照。ありがとうございます。